こんな感じになってます。煮物ってさ、もっと時間かかるでしょ。かかるよ、うん、何時間も煮たりするものを。どうも、リュウジ研究家のリュウジです。ということでですね、今回はですね、結構限界に近づいてます。なぜかというと、4本目なのでね、こんな時に何に頼っていいかって言ったらレンジ調理ですね。とにかくレンジで調理していくんで、もう助っ人用意しました。助っ人。あー、すいません、本当申し訳ないです。介護人の小雪です、よろしくお願いします。お見苦しいものをお見せいたしました。あー、ということで、はい、レンジをね、はい、作っていくんですよ。レンジ、難しいこと言ってるな。煮物できる？できないって言って。できない。ねー、そうだよね。できるやり方があるんですよ。なるほど。レンジで煮物ができると。できない。レンジできない。できない。できまーす。できない。じゃあやっていきます。はい、リュウジのバズレシピ。じゃあ材料すぐからいきますよ。はい、はい、ブリです。はい、ブリです。ブリを2切れ。あと生姜5g。 5g、うん、そして水です。はい、チェイサーです。はい、はい、チェイサーを飲んでいきます。はい、4本目だからね、うん。はい、じゃあもうやってっていいですか。はい、生姜を千切り、ここが大事ですよ。お魚の香りが苦手な方もね、いらっしゃるんでね。やっぱ有能なんだね。ところでございます、本当特産の方がね、香りが強い。へえ、そうなんだ。だからお魚の香りを抑えてくれるので。はい、できました。お願いします。3倍濃縮のめんつゆを大さじ2、大さじ2、1、2。はい、はい、OK です。あと小さじ1です。ちょっと小さじ1お願いします。お酒を小さじ1杯です。本当に言っておきたいのが、飲んでる量一緒、もしくは私の方が飲んでるからね。こうやってよく混ぜて。はいはい、うん、よく混ぜてさ。めんつゆってまあいろんなものが入ってるんだけど、これに砂糖がちょっと足されることによって、うんうん、煮物って甘いじゃない、基本的に。そうだね、うん、ご飯に合うよね。そうそうそう、そういうね、味付けになるんです。160g のね、ブリを入れていきます。こういう感じで。そんな感じです。はい、よいしょ。そう、あ、そうそう、こういう感じで。そうです。600W、1分半、600W、1分半。はい、今日は半チンです。 OK。 はーい、はい、じゃあ、開けて、オープン。開けて開けて、で、一回取り回しましょう。はい、じゃあ、切って。あ、美味しそう。で、またなんですよ。なるほど。ひっくり返しちゃった。上と下で、ちょっと違うんですよ。それで、お願いします。で、もう一度1分半。1分半、1分半チンでございます。はい、スタート。うぃー、うぃー、やだー。あ、できた。なりましたね。オープン。あら、ありがとう。はい、これでございます。こんな感じになってます。煮物ってさ、もっと時間かかるでしょ。かかるよ、うん、何時間も煮たりするものを。盛り付け、はい、うん、やっていきましょう。盛り付けやってます。ほれ、お、うん、まいいんじゃない、うん、まあいいか。あ、いいじゃん。あら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 、あら、できた。できた。できましたので、はい、早速食べていきたいと思うんですけど、やっぱり煮付けには日本酒、ジャパニーズアルコール、酒をください。今日は久保田の水準をやっちゃおうぜ。やっちゃいますか。やっちゃおうぜ。そう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 、すいませんね。いただきます。いただきます。はい、乾杯。いただきます。生姜と一緒にね。そうね、めちゃめちゃ家庭の味なんですけど。3時間煮た。うまっ。なにこれ、うん、うまいね。めちゃくちゃ美味しいよ。魚めちゃめちゃジューシーじゃない。ちゃんと均等に味が染みてるし。これ山椒、ちょっとやってみてもらっていいですか。やっぱりと
いただきます。うなぎだ、完全にうなぎだ。確かに甘めじゃない味付けが、うん、うなぎのかば焼きのタレみたいな味になってんの。ほんまやね、うん、うまっ。千切りの生姜も効いてんのかもね。これね、臭みがない。3分でできる煮付けなんですけども、ぜひ皆さんやってみてください。おいしい。いやでもさ、この前あの外飲み動画を撮ったじゃない。撮ったね、外飲み動画。私本当に改めて私たちが飲んでる模様を、うん、まあ編集とかの前のものよ、はいはいはい、編集した後はやっぱりみんなが変なものを切ってくれてるからさ、うん、見たんだけど、うん、いやひどいねひどかった。でもさ、逆に言うとほら俺料理動画撮ってるじゃない、うん、ここで、うん、ここで飲んだ方が酔っ払うよみたいな。酔ってた酔ってた